今回のジャンク山から見つけたのは、ちょっと露骨で男らしいデザインの金色の指輪です。よく見ると、上部が平らにカットされていて、これ、いわゆるインダイリングなんですね。果たして、この金色のインダイの指輪、金なのか、それともメッキなのか。ジャンクな動画を最後まで見てね。どうも、ジャンク講座ラボです。今回ですね、ジャンクの山から見つけたのは、ちょっと無骨で男らしいデザインの金色の指輪です。よく見ると、上部がですね、平らにカットされていて、これ、いわゆるインダイリングなんですね。インダイっていうのは、昔から使われている伝統的な指輪のスタイルで、上の平らな面に家紋やイニシャル、印鑑なんかを彫ったりはめ込んだりして使われてきました。特にシグネットリングとも呼ばれるこのタイプは、ヨーロッパでも家系の象徴として人気がありまして、日本でもですね、昭和から平成初期にかけて男性用のジュエリーの定番としてよく作られていたんです。今回見つけたインダイの指輪は金色で重量感もあってかなり気になります。ただ刻印や内容はちょっと引っかかるところです。というわけで素材を検証していきます。この動画でわかること、刻印のない金色のインダイリングの素材は何なのか。お、いい感じですね。ただ内側の作りがかなり粗いです。外側は派手なツヤもなくてですね、ソリッドな感じがとてもいいです。なんとなくだけど適度な傷が柔らかさを醸し出しています。そんな素材感がある、よく見るとブロンズっぽい黄色い色なんです。指にはめた感じはですね、無骨な男性向きです。ちょい悪な感じのおっさんがつけていて、ね、なんかかっこいいですね。もう少し素材の様子を知りたいので、USB 検知用で勝てない検査をしてみます。小さな傷がたくさん見えていますね。やっぱりそんなに硬くない印象ですね。結構重たい系の指輪は鉄とかステンレスとかがあるんですけれども、この柔らかい感じは多分鉄とかステンレスではなさそうです。持った感じも重さがあれ、もしかしたら金かもしれないなぁと思う感じですね。では早速試金石に削って検査をしてみます。おお、やっぱり柔らかい感じですね。これはいいかもしれません。削り跡も綺麗に乗っています。そういえば重さを測っていませんでした。6.9g か、思ったより少ないね。ではテスターの反応を見てみます。あ、消えないで残ってますね。マジか。でもちょっと薄くなったかな。直接つけてみますか。反応なしですね。これはいけるんではないですか。金なんじゃないですか。こう言ってきますか。と、すでにお祭りモードなんですけれども、ジャンク鉱山ラボはここで冷静を装ってさらなる破壊検査に移行します。では今回もこのクロムモリブデン鋼のボルトクリッパーを使います。切れたっぽいですね。ペンチで広げて
切断面を見ます。あ、中の色が違う。これメッキですね。あら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 。もうですね、テスターやる前から泡が出てしまいますね。泡泡泡。まあ結構はっきりメッキの層が見えます。かなり厚めのメッキですね。まあ、勘違いしてはいけないな。これは偽物とかではないです。刻印もないんで、私が勝手に金かもしれないとか言ってただけですからね。逆にメッキ製品として考えるとかなりいい品質のものです。こんだけはっきり線が見えてますんで、多分メッキもいいやつですね。断面に直接テスターをつけたところ、このように緑青反応が出ました。あわわ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 。まあ反応としては弱い方ですね。ちょっと気になるところもあるんで、一応比重を取ってみます。いつも通りアバウトな比重計測で誤差もあるかと思うんですが、比重は 10.5。 これは金の比重と同じです。銀だったらあんな反応はないんですけれども、もしかしたら品位が低い銀なのか、割り金に特に反応する素材が使われているのか、比重測定の誤差が多いのか、これらが考えられるところです。では最後に査定結果を見てみましょう。重さは 6.9g。 さあいくらになるんでしょうか。3円。くたびれ損の骨折りのおけでした。後もジャンク品から発掘したさまざまな素材を検証していく予定です。もしですね、このチャンネルが良かったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。